縛られた魂、エリューベッダー1891から92年罪悪感とは、罪を犯した、悪いことをした、と思う気持ちのことである。自身の行動、思考、ありさまなどに関して、罪がある、あるいは悪いことをした、している、と感じる嫌王の感情のことである。自身の何らかの行いについて、内在する、規範意識に反していると感じるところから、罪悪感は生まれる。 規範意識には人間としてのありようを示した人道という極大な枠が存在するが、これは反社会的で文化の別なく適用できる概念である。しかし道徳では、その人の属する社会などによって違いも見られ、属する社会が違えば罪として認識される範疇も異なってくる。また、宗教的な戒律に背いた場合にも罪悪感は発生する。その結果取る行動には、 様々なものがあるが、例えば、キリスト教などでは一つには、懺悔がある。心理学において、罪悪感は、感情の一つとして扱われるが、不安、怒り、悲しみなどと異なり、困惑、プライドを、恥などとともに、自己意識感情に区分されている。自己意識感情は、他人の意見に依存するのが特徴とされる。罪悪感の本質とは、 集団から排除される危険を感じた時に生じる本能的な生命の危機感の表出である。社会的には罪や不道徳とされる行為でも、その行為が外部の権威や同調者の存在などによって集団内で正当化できる場合には罪悪感が軽減することがミルグラム実験などによって明らかとなっている。反社会性パーソナリティ障害のように罪悪感を抱かないものや、 自己愛性パーソナリティ障害のように罪悪感を抱く要素を迂回してしまうものもいる。そういった価値見ないし、パーソナリティの場合は、当人と社会との良好な関係を築きにくくなる傾向もあり、その社会的立場を危うくしてしまう問題を含む。逆にうつ病では自己否定に関連して、本来は自身に責任のない事柄にまで罪悪感を抱く場合がある。 サバイバーズギルトと呼ばれる現象が報告されている。戦争や事故、災害などの空発的な事件に遭いながらも生き残ったものが命を失ったものがいるのに自分が生き残ったことに罪悪感を抱き自分の生を否定的に感じてしまうことがある。一種の精神的な行為症の一つと言える。児童虐待では虐待を行った側が自身の行為に対して罪悪感を抱く場合がある。 育児に関するノイローゼでは、育児ストレスの最大要因である子供を攻撃してしまい、事後になって自身の行為に罪悪感を抱くとされる。戦争犯罪によって生まれる罪悪感については、ナチスドイツと太平洋戦争中の日本人による行為に対して、戦後の二国がいかにその過去に立ち向かったかを比較して扱ったイアンブルマの著作が広く知られている。 ありがとうございます。